Conspiracy. UMA. 未確認生物。Occult. 神秘。Atlantis. 消えた大陸。UFO. 未確認飛行物体。Japanese New. ラーマ。Urban Legend. 都市伝説。Black Magic. 黒魔術。Freemason. 秘密基地。Rice Ball. おにぎり。Alien. 宇宙人。このコーナーでは、世の中でまことしやかに語られているあの話をアリさんに招いて検証した。さあ、毎週木曜日この時間はアリ森住とデイブフロムでいろいろな陰謀や語るわけですが、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、メンインブラックなどの話いきましょうか。メンインブラック、メンインブラック、まあ英語にもなりましたけどね。あれ何作出たんでしたっけ？3作ぐらい出たかな。3作ぐらい出ましたね。みんなもうメンインブラックというと、もうみんな映画のこと思っちゃいますよね。思っちゃいますね、うん、でも実はもう結構昔からこのメンインブラックっていうのは出てきますけど、まあ僕の想像だとミリタリーインダストリアルコンプレックス、軍産複合体のなんか裏組織のちょっとこう見られちゃった、まあ秘密を隠したい場合にはそのメインブラックっていうのが出てきて、なんか脅迫まではいかないですけど、あのこういうことはメディアで話すなとか、ちょっと忠告をしに、まあ脅迫するようなグループっていうふうに最初には聞いていますけど、そうですね、必ず黒いスーツを着ていて、うん、黒いサングラスをしていて、真っ黒な黒塗りの車で乗って、全くユーモアのセンスが通じないっていうのがよく言われてるんですけど、はい、UFO なんかを見ちゃった人も黒服の、人たちがこう登場して、この他の人に絶対他言しないようにっていう、忠告を受けるっていうのは昔から言われていますよね、うん。で、一つ思うのは、どうしてもそのハリウッド映画とかにこうピックアップされると、うん、なんか嘘くさいっていうイメージを持たれる人が多いと思うんですけど、あのいろいろなんか読んでいくとですね、やっぱりアメリカ政府はハリウッド映画を自分たちのプロパガンダに使ってますよね、使ってると思いますよ。私このメンインブラックもちょうど出た時に結構やばい、そのメンインブラック に関する本が出たりとかして、それをこう茶化すために作られたんじゃないかっていう説もあるんですよ。方向転換をするみたいな。そうですね、逆にそのハリウッド映画にしちゃえばあんまりみんな信用しないだろうと、現実としてのメンインブラックをね、ああいうこう、まあ、パロディチックにしちゃえばみたいな、ね、未知との遭遇とかも有名ですよね、はい、うん、あれもスティーブン・スピルバーグと何かこうあったんじゃないかって噂がずっと絶えないんですけど、アリは実際にはどう思うわけですか？メン・イン・ブラックですか、僕も、まあ、本読んでるだけなんで何とも言えないんですけど、いろいろこう読んでいくとどうやら普通の人じゃないそうですよ。まあエイリアンっていう説もありますよね。ありますけど、まずその英語の話し方が、うん、まともじゃない、文法がおかしいとか、うん、肌の色がなんて言うんでしょうね、普通のこう白人の、色とも違うし、まあ、他のなんて言うんでしょうね、そうどの人種ともちょっと違う、非常に顔色が悪いっていうところでみんなまあ忙しいんでしょうけどね、忙しいんですから、あの統一していてで、あのナンバーとかをこうやっぱりあの車で来るんで、そのナンバーをこうメモる人たちもいるんですよね、うん、で実際そのナンバーのこう問い合わせをしたりとかしてももちろん出てこないし、まあ、名称を置いていくやつらもいるんですが、その何々部門とかっていうところ出身っていう、こう名刺なんですけど、そこ電話するとそんなやつはいないとか、うん、あと急にその車ごと消えちゃったとかね、スッて消えちゃったとか、そういう話もあります。まあ、とにかく会う人とか家に来られた人はもうとても恐怖感を感じるとみたいですね。特に何を言われたわけでもないし、うん、もう存在だけでも怯えてしまうような存在で、うんうんうん、その何年か前にまあ、ハリウッドのスターのダン・エイクロイド、はいはい、まあ、ブルース・ブラザーズのおなじみの鮮度の高い方、はい、エルウッド役の方ですけど、あの方が、まあ、UFO が大好きで、はい、なんか UFO ドキュメンタリーを撮ってる間かな、うん、確か YouTube にも彼のインタビューが載っていますけど、はい、彼がドキュメンタリーを撮っている時に、うん、
ニューヨークの街中でなんかブリットニー・スピアーズとばったりなんか道端で会って、おっと、あ、会ってないのかな、外に出てきてなんか電話で携帯かなんかで彼女となんか話していて、うん、話していてチラッと横目になんか存在を感じてパッてこう横を見たら大きな黒い SUV が止まっていて、うん、その横に怖そうなメンインブラック、まさしくメンインブラックな、うん、まあ、でかいあの黒いスーツを着た男が暖炉を睨んでいて、うん、なんでこの人睨んでるの、うん、でちょっとこっちあの右を振り向いてまたもうほんの数秒間でまたこうあの SUV が止まってるその男が睨んでるところをパッて振り向いた瞬間ほんの数秒 2,3 秒の間にもうすでにいなかったと、うん、まさしくこれはメインブラックだ、なんか恐怖感を感じたそうです、うん、だから彼が UFO のドキュメンタリーを撮っててそういうことはしちゃいけないよとか余計なこと言うなみたいなことを追ってたのかもしれない、言われたんじゃないかみたいな本人はおっしゃっていましたけど、うん、まあ、本当に多いですけどね、結構その UFO ドキュメンタリーを撮ってる人たちで、うん、あのインチキ臭いのはいいんですよ、結構こうそれこそそんなこうインチキ臭い方がヒットするから、ね、有名になって皆さんご存知だと思うんですが、ハードコアな UFO ドキュメンタリーってほとんどの方たちは目にしないと思うんですね、うん、あの結構ディープだし、わけわかんないと思うんです。そういうのを結構真剣に撮ってる人ほど途中でやめちゃったりとかすごく多いんですよね。だからなんかあるんでしょうね。ただ僕思うのは、うん、それってさ、こうアメリカだけなんですか、日本でいないでしょ黒服のメインブラック。いや実は私お、まあ脅迫されたというか。本当ですか、先週、まあ、先々週、先々週その前、だいぶ十何年か前にあった、まあ、名前はここでは言えませんけど、ある日本人の方が、はいはいはい、その宇宙人やらエイリアンの話を、まあ、一応結構こう なんでちっちゃなセミナーを開いて、ほうほう、まあまあ、仲間だけでこう、うん、やっていたんですけど、まあ、大々的にはやってませんけど、はいはい、まあ、その人から聞いた話で、ある日突然メインブラックがやってきて、うん、ちょっとお金を見せられて、お金、そう、日本人の日本人の方が、日本だと着物なんですけど、やっぱスーツですか。いや黒いスーツのスーツ、うん、方たちが来て、うん、まあ、本人はフリーメイソンというふうにおっしゃっていましたけど、ほう、アタッシュケースを開かれて、うん、何千万というお金が入っていて、おっとラッキー、これあげるから、うん、もうそのエイリアンとか UFO の話はやめましょうねみたいなこと。No problem だったでしょその人。いや、受け取らなかった。受け取らない、偉いですね。その方はあまりお金に興味がなかった。じゃあこのコーナー急に止まったら、急になんか僕とデイブ羽振りが良くなった。まあ僕ら来てほしいなと、逆に逆にね。お待ちしております。お待ちしております。